はい、どうも、バスターです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、今、勝ちパターンをいただきましたけどもね、こんなん頑張ってますかね、もらっていきましょう。今回の動画のテーマの一つが勝ちパターンなんですけど、勝ちパターンとか必勝法で思い出したのが、このゲームには必勝法があるでおなじみのライアーゲームでした。松田翔太さんはかっこいいですし、戸田恵梨香さんは綺麗ですし、非常に懐かしいですよね。皆さんも仕事でも投資でも何でもいいんですけど、何か自分の勝ちパターンっていうのをお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。はい、改めまして、パスタオです。今回はファイヤーの実例紹介ということで、31歳で1億円の資産を作ってファイヤーを達成された方の事例をご紹介します。ファイヤーを達成された方の事例って結構あると思うんですけど、やっぱりですね、これからファイヤーを目指すにあたって気になるのが、どうやってその資産を築いたのかっていう部分だと思います。ファイヤーを達成された方は、大体数千万円から数億円の資産を築かれている方が多いと思うんですけど、特に30代とか若い時期にそれだけの資産を築いた人の資産形成方法って気になる方が多いんじゃないでしょうか。そこで今回は日経マネーっていう雑誌の中で1億円の資産を築かれた人の事例が載っていて非常に面白かったので、そちらについてご紹介をした上で自分の感想をお話したいと思います。ということで今回の動画の目次です。この流れで説明していきます。まず今回ご紹介する田中さんのプロフィールをご紹介して、次に資産形成方法と最後にこの話から学べることについてお話をします。それで1点お詫びなんですけど、これはあくまでも投資法の一例のご紹介なので、この手法を真似すれば誰でも儲かるというものでもないですし、これを推奨するものでもないことはご了承いただければと思います。その上で他の人がどういうふうに資産形成を行って成功したかを知ることは自分の資産形成のヒントにもなると思うので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ちなみにこのチャンネルではファイヤーを目指す3人家族がその過程を発信しています。我が家の概要はこんな感じになってまして、ファイヤーに役立つ情報を中心に発信してますので、ファイヤーに興味のある方はぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では早速始めます。まず最初に田中さんのプロフィールについて簡単にご紹介します。お名前は仮名なんですけど、田中聡さんと言いまして、37歳の男性です。現在の金融資産は2億1000万円程度あるそうで、職業は無職とあったんですけど、個人投資家みたいな感じかなと思いました。投資は20歳の頃からやられていて、投資歴は18年目ということでした。かなりベテランですよね。田中さんは6年前の31歳の時に資産が1億円を突破したのでファイアをされたということでした。それで現在の投資スタイルは、決算の情報修正をしそうな銘柄を先回りで買って待ち伏せをするっていうスタイルだそうです。こちらについては後ほど資産形成方法のところで詳しく説明します。それでこれは完全に余談なんですけど、コロナ収束後にやりたいことについても書かれてまして、それが外食、映画、レジャーの優待券を使ったプチ旅行っていうことでしたね。やっぱりコロナで活動が制限されてるっていうのもあって、せっかく優待銘柄から優待券をもらっても使えないっていうところは、確かに優待銘柄ホルダーにとっては悔しいというかもったいないところなのかなと思いましたね。それとコロナ禍の癒しについては、筐体ゲームとガーデニングとエクササイズマシンを挙げられていました。おうち時間が増えたので、そこを充実させるためのアイテムが多いですよね。というか、さらっと書かれていた筐体ゲーム機っていうのを見て、ちょっとこれ読んだ時お茶吹き出しましたね。筐体ゲーム機ってゲームセンターとかに置いてある大きいゲーム機なので、よくこんなもの自宅に置いたなっていうふうに思いました。これわかる人ならわかると思うんですけど、やばいですよね。田中さんは現在ですね、自宅のゲームセンター化っていうのを計画しているらしいので、これからどんどん増えるかもしれないなというふうに思いましたね。以上が簡単な田中さんのプロフィールになります。それで次に田中さんがファイヤーを目指したきっかけについてなんですけど、なんと田中さんですね、中学生の頃からファイヤーを目指していたということでした。これめっちゃ早いですよね。その理由も中学生ながらかなり達観されていて、その時にですね、自分は人付き合いが得意じゃないので、会社勤めを長くできると思えなかった。だから早期退職を目指して、それを実現させるためには資産を作るしかないっていうふうに考えたっていうことでした。それで、そういうふうに考えた結果、高校は定時制高校に進学して、昼間はアルバイトで働いて、投資の種銭作りをしたっていうことでした。これ聞いてですね、いやいや、悟り開くの早すぎじゃないっていうふうに一瞬思ったんですけど、こんな若い時に、ここまでちゃんと自分のことを内省して、将来のことを考えて行動できるっていうのは、すごいなというふうに思いましたね。自分の場合ですね、中学高校の時は本当に何も考えずにボケっと過ごしてましたね。将来の会社勤めのイメージとか全然できてませんでしたし、こういうことがしたいとかもなかったので、本当にチャランポランな学生だったなというふうに思って反省してます。以上が田中さんのプロフィールとファイヤーを目指したきっかけについてです。次に田中さんの資産形成方法についてです。田中さんの資産推移はこんな感じだったみたいですね。まず20歳までに貯めた500万円を元手に、2003年の20歳の時に株式投資を始められます。それで最初は投資情報誌とかに載っている今話題の銘柄とかでスタートして、それで最初のうちは調子が良くて2000万円くらいまで増えたっていうことでした。500万円の元手が2000万円っていうことで4倍くらいになってるので、ビギナーズラックでは考えられないくらいすごいですよね。ただですね、その好調は長く続かなくて、2008年のリーマンショックで
当時集中投資していたこちらの銘柄ですね、2337のイチゴになるんですけど、こちらが暴落したこともあって資産が一気に200万円程度にまで落ち込んでしまいます。その後ですね、投資資金がなくなってこれはまずいっていうふうに思って株式投資から一旦撤退をするんですね。でそれで再び投資資金作りを行い始めます。その時ですね、運よくアルバイト先に正社員として採用してもらうことができて収入が安定したっていうことで、それは資産作りの大きなプラスになったっていうふうにおっしゃられてました。そうしてですね、また投資資金を貯めて翌年の2009年に投資を再開されます。それでこの時は株価が動きやすい中小型株に投資をするスタイルを取る一方で、優待銘柄投資も始められたそうです。それでこの優待投資が田中さんにとって大きな転機になったということでした。これですね、どういうことかっていうと、上場している外食企業のほとんどが株主優待を大体実施しているんですけど、外食企業でありながら優待を実施していない銘柄があるっていうことに気づかれたみたいなんですね。でこれがなんで転機になったかっていうと、田中さんがこれについて分析したところ、株主優待を導入した外食銘柄は株主優待導入後に株価が大きく上がる傾向がある法則みたいなのを見出して、これは投資に使えるんじゃないかなっていうふうに思ったからですね。でそう考えた田中さんはですね、上場している外食企業の一覧を作って株主優待の有無をまとめて、これから優待を導入しそうな企業の選別っていうのをされたそうです。で企業の中にはですね、優待は行わないっていうふうに明言している企業もあるみたいなんですけど、そうじゃない企業は今後優待を導入するかもしれないっていうことで、そういう銘柄に先回りで投資をしようと考えられていたそうです。それでこの手法で投資をしてうまくいったのがこちらの証券コード3399のマルチオ山岡屋だそうです。こちらの銘柄は田中さんが投資をした2014年から2015年当時は優待を導入していなかったみたいなんですけど、売上は順調に伸びていっていて業績面の不安も少ないっていうことから、田中さんは思い切ってこちらの株をどんどん買い詰めていって、なんとピークの時には1万株以上を保有する状態になっていたということでした。一銘柄にここまでの集中投資っていうのは自分は怖くてできないんですけど、それができる田中さんのメンタルとか握力はすごいなっていうふうに思いましたね。でそうするとですね、田中さんの思惑通り2015年に株主優待新設を発表して、株価は当時200円台から1700円台まで上昇して、これだけでかなり大きな利益を出されたっていうことでした。それでこういった優待銘柄の先回り投資で結果を出されていた田中さんなんですけど、この方法に固執するんじゃなくて、これをさらに応用して他のスタイルの先回り投資にも挑戦をされます。でそれがですね、冒頭にご紹介した四半期決算の進捗を見て、これは明らかに情報修正をしそうな会社っていうのを先回りして購入するやり方っていうことでした。田中さんはですね、膨大な銘柄の四半期決算を読み込んで情報修正に該当しそうな銘柄をどんどんピックアップしていって、こうした銘柄が過去にいつ情報修正をしているのかとか、している場合はいつどんなタイミングで行ったかとか、そういうことを一つ一つ調べ上げたそうです。でこうしてですね、いろいろ見ていくと企業それぞれの決算発表の癖みたいなのがつかめたみたいなんですね。それでこうして企業それぞれの決算発表の癖みたいなのをつかんで、発表の数ヶ月前に買いを入れて情報修正の発表を待つっていう手法を取ったっていうことでした。それでこのスタイルでうまくいった銘柄として挙げられていたのがこちらの7812のクレステックと6392のヤマダコーポレーションですね。こちらの2社を挙げられていました。でこちらの銘柄はですね、なんで挙げられたかっていうと、両社ともに保守的な会社予想を出して情報修正をすることが多い銘柄だからだそうです。なんかこういった企業ごとの決算の癖とか、そういうのを見るのってかなり面白そうですよね。でそうして独自の先回り手法で資産を拡大していった田中さんなんですけど、総資産が1億円を超えた6年前の31歳の時に仕事を辞めてファイアを達成されたということでした。それで退職後の現在はですね、現金比率を高めてリスクを低くしたり、配当金目的の投資をしたりとか、なるべく資産を減らさないようにする投資に切り替えられているそうです。やっぱりですね、この辺もあるあるだと思うんですけど、一定の資産を貯めるまでは結構ガンガン攻めたリスクを取った投資をしていると思うんですけど、ある程度資産が貯まってからはどっちかっていうと大幅に資産を増やすっていうよりかは資産を減らさないことを重視した投資に切り替えるっていうところですね。以上が田中さんの資産形成方法についてです。次にこの田中さんの話から学べることについてお話をします。皆さんこの田中さんの話聞いてどう思われたでしょうか。偶然だろうとか相場が良かっただけじゃんとか、いろいろと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、私自身は真似できない部分っていうのはありつつも勉強になる事例だったなというふうに思いました。で具体的に勉強になったなというふうに思ったのが2つあったのでご紹介します。で1つ目がですね、市場に居続けることの重要性っていうところですね。よくですね、こういった投資で成功した人の話を聞くと、たまたま相場の波に乗れただけじゃんとか批判する人がいると思うんですけど、個人的にはそうじゃないと思ってます。これどういうことかっていうと、好調な相場の波に乗れるのは波に乗れる準備ができていた人だけだからですね。
なので当たり前のことなんですけど、その時に相場にちゃんと入っていたり、相場にすぐ入る準備ができている人とか、そういう人がちゃんと利益を取れていると思います。で、田中さんの場合ですね、2003年に投資を始められてから順調に資産を増やして2000万円ぐらいまで増えた後に、2008年のリーマンショックで200万円くらいまで資産を減らされています。で、そこで一度退場して、もう一度投資資金を貯めてリベンジするわけなんですけど、おそらく常人のメンタルならここで復活できないと思うんですよね。で、特にですね、リーマンショックみたいな大暴落があった後は、本当にこの世の終わりというか、株式市場がいつ復活するか分かんなくて、総悲観の状態だと思います。で、そんな状態の時にですね、もう一回株式市場に戻ってきて、前回の反省も踏まえて株式投資に臨めるっていうのは、とんでもない鋼のメンタルっていうか、サイコパス並みの精神力がないと難しいんじゃないかなっていうふうに思いました。それで、今は株式市場がめちゃくちゃ好調だから感じないと思うんですけど、暴落してその後何年間も停滞してる時とかってメンタルめっちゃ辛いんですよね。で、そういう時どういう風に感じるかっていうと、お金を増やすために株式投資に手を出したのに、むしろコツコツ貯金をしてる時よりお金減っちゃってるじゃんっていう風に思って、投資なんてやめてちゃんと働いて貯金しようって思う人が続出すると思うんですよね。で、今はですね、 SNS とかでも投資をしてない人は損してるとか、そういう声が結構多くて空前の投資ブームだと思うんですけど、相場の空気って本当に一瞬で変わるっていう風に思っていて、下落相場になった時には投資なんてしなきゃよかったっていう人が続出すると思います。おそらくですね、今は調子よく投資できてる人でも下落相場になったらその含み損に耐えきれなくて投げ売りして退場しちゃう人もたくさん出てくるんですよね。これは悲しいかな、どうしても一定数はそういう人が出てきてしまいます。ただ投資をしてる以上はいつか必ず暴落が来ますし、相場が停滞することっていうのもめっちゃあるので、そういう部分も踏まえて投資をちゃんとやり続けるっていうのが大事になってくると思ってます。それでそこに耐えられた人が次の上昇相場の恩恵を受けられると思うので、これから初めて暴落を経験する方もいらっしゃると思うんですが、動じずに淡々と投資を続けていって、相場から退場しないっていうことを第一に考えて投資をすればいいのかなというふうに思いました。以上が一つ目の市場に続けることの重要性についてです。で、二つ目が向上心を持つことの重要性ですね。私が個人的に感じた田中さんのすごいところが、常に向上心を持ってその時々で確率の高い方法を模索されてらっしゃることなのかなというふうに思いました。優待銘柄の先回り投資で結果を出された後も、今度はそれを応用して決算先回り投資とか別の手法を見出したり、自分が過去に成功した手法っていうのに固執せずに常にチャレンジされてるっていうところがすごいなと思いました。冒頭にですね、このゲームには必勝法があるというライアーゲームの言葉を紹介しておいてあれなんですけど、投資に必勝法はないですし、あったとしても知れ渡った瞬間に必勝法ではなくなってしまうと思います。ただですね、やっぱり投資で勝てる人って自分の勝ちパターンとか投資の軸みたいなのを持っていたり、こうやって勝率の高い方法を見つけるために常に相場の研究とか分析をやっている印象がありますね。で、逆にですね、初心者でありがちというか、個別株投資でお金を減らしているっていう人は特に理由なく有名人が紹介されている銘柄を買っていたり、いろんな人の価値パターンをつまみ食いして投資の軸みたいなのがない人が多いなっていう印象が、これは個人的になんですけどありますね。で、こういう特徴は投資に限らず全てのことに言えるのかなとも思っていて、やっぱり成功している人は何か自分が自信を持っている軸みたいなのがあるなっていうふうに思ってます。なので、もしインデックス投資とか高配当株投資とかじゃなくて、めっちゃ難しいことではあるんですけど、個別株投資で短期から中期ぐらいで成果を出そうっていうふうに思っている人は、田中さんみたいにまずは自分の勝ちパターンを見つけて、それがうまくいったらそれを少しずつ派生させていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いました。以上が2つ目の向上心を持つことの重要性についてです。まとめです。今回はファイアの実例紹介ということで、31歳で1億円を貯めてファイアを達成された田中さんについてお話をしました。全体を通じて私が思ったのが、こういう田中さんみたいな株式投資で成功したりファイアに成功したりしている人は非常に信念が強い人が多いなっていうことですね。これは多くのそういった成功者に共通している部分だと思います。これですね、決して頑固とかそういうことじゃなくて、成功している人って自分で決めたことをやり抜く力があるなというふうに思ってます。で、おそらくですね、決めたことを信じ抜けるくらいに、ちゃんと準備したり調べたりしてるっていうのもあるかもしれないなというふうに思いました。それでいて、その時の時流に合わせて、投資法とかも変えられる柔軟性みたいなのを持ってるので、そこの信念の強さと柔軟性みたいなのを合わせ持ってるのはすごいなと思いましたね。このあたりの自分の強い信念みたいなのもありつつ、ただ常にいい部分は取り入れて改善していこうとする、その柔軟性のバランスの良さみたいなところは、成功する人に必要な要素なのかなと思いました。ファイアに向けて投資を始められた方っていうのも多いと思うんですけど、投資界隈はですね、いい情報もあれば悪い情報も溢れていて、情報の判別がすごく難しい部分もあると思ってます。それで投資法に正解はないですし、うまくいく方法は一つではないので、
ぜひいろいろと自分なりに分析をして、自分なりの勝ちパターンというのを見つけて、少しずつ慣れていっていただければいいのかなというふうに思いました。この動画が何か皆様のファイヤー計画の役に立ったら嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねコメントをしていただけたら嬉しいです。Twitter もやっておりますので、こちらでも交流ができたらと思います。お問い合わせはこちらのメールアドレスか Twitter の DM でお願いいたします。今回もありがとうございました。